話すわ。私のこと。まだ誰にも話したことないけど、10歳の時、事故で両親を一度に亡くしてから、私の人生は一変したわ。それまでは平和な家庭の普通の女の子だった。引き取ってくれるって言ってくれた人もいたんだけど、私は一人で生まれた町に残った。いつかフラッと戸を開けて、父と母が帰ってくるような気がして。呼びかけても誰も答えてくれない。いつも一人で考えて、一人で答えを出して。自分以外の何も信じなかった。中学に入った頃にはもう、ワルのレッテルを貼られてた。いつも一人だった。俺もそうだった。なんかスカッとすることしていい気分だな。こんなとこ抜け出してね。